すぐ思いついたらやってみようよ。漫才パンチでございます。漫才パンチでございます。お願いします。はい。やるんでございます、うん、お店なんか行ってね、うん、変な店員さんだったら、うん、普通は嫌じゃん。普通は嫌なんでございますね、それはね。でも、うん、漫才師なんかやってるとね、うん、ちょっとワクワクですね。ああ、わかるわかる。やっぱこう、その変な店員さんとこう会議した時に、これは今度の話自転車買いたいな。自転車でも行くか。漫才始まったみたいですわ。自転車や、あ、いっぱい自転車並んでんな。地球うちのね、サップがおったんです。祖父の F の発音すごいね。
ね、あの折り紙名人でね、整えててね、整えてそう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 、いろんなもの折れるの、すごいそう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 、何折れるの一番すごいの、あれ、マナカナ視界がはっきり分かる、折り分けるんだ、視界がはっきり分かる、すごいね、マナカナ折り紙、そら名人だわ、そうそうそう、しかもまだまだ若い、52歳なの、若っでしょ、えうん、いくつですか、32、え、計算合わなくない、どういうこと、何か、え、え、え、そう計算は合わないの。どういうこと？そう、何それ？うん、怖いでしょ。怖い。でもね、こっちも怖くて聞けないの。なんでよ。聞いた方がいいよ。聞いた方が分かってるの。でもね、今で十分幸せだから。この環境を壊したくない。理想の浮気相手みたいな。私はこのままでいい。真実を知ってめちゃくちゃになるくらいならこのままでいい。何なんだそれは。不倫してんのか。いいよ。そういうおじいちゃんがいて。この自転車でいい、この自転車、この自転車にする、はい、うん、これいいよね、確かに、うん、ロードバイク欲しいな、でも俺ないよ、他のロードバイク、あ、ロードバイク向こうにあることになってくるね、本当にちょうど1年前にこの道ロードバイクの出囃子流さなくていいよなんでもない、なんでもない、なんでもないじゃない、これどう、乗りたい、乗りたい、ちょっとかっこいいな、これ、うん、じゃあ試乗したらいいじゃない、試乗とかできるの、いいよ、いいよ、いいの、いいよ、いいよ、じゃあ乗ってみよう、ちょっと走ってきます、気をつけてね、かっこいい、乗り心地はどうなの、何についてくんだよ、何についてきちゃうのよ、だってあなたそのまま乗り逃げするかもしれないでしょ私信用してないぞ、この間店ガラ空きだよ、しまった店はどうだったの、しまったもん、しまったね、店は開いてるけどもしまった、保険じゃねえか、保険じゃねえか、なんで、なんだよマジで、楽しい、風切ってる、風切ってるね、うん、あれ、うん、あんなとこタピオカ屋できてる、そうね、最近なんでもタピオカ屋になっちゃうね、うわあそこもともと何だったっけな、うん、確か原発じゃない、そんなんだそんなんだに潰せねえね、社会派だよな、社会派だよ、なんだよ、なんだよ、ゴスペラーズ誰が好き、話すこと、話すことないならいいんだよ、私ドラムいねえよ全員捨てもらうんだよ、そんな集団ゴスペラーズ、マジカルバサラしようか、いいじゃない無言で、無言でいいんだよ別に、ツーリングってそういうもんじゃない、いいけど俺強いよマジカル、本当に、じゃあ私から行くぞ、行くぞ、マジカルバナナバナナと言ったら丸みやがるだけど、うん、7万でいいや、7万でいいの、うん、じゃあ買います、売らねえよバカ、あーやばい人じゃん、いや怖い、頭おかしいよ、当たり前だろ、なんなん、帰れ帰れ、もう帰れ、あ帰れ、あ帰れ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 、じゃあここは